うるし生線は、福岡県加保郡稲月町の下鴨西駅から、福岡県山田市の下山田駅までを結んでいた、日本国有鉄道の鉄道路線である。全線が、福岡近郊区間に含まれていた。1980年の国鉄再建法施行により、第2次特定地方交通線に指定され、1986年4月1日に廃止された。当初は、 1> 第1次廃止対象であったが、漆線駅最大機間のやや最電駅よりの沿線に建設される住宅団地によって、乗降客の増加が見込まれるとして、第2次廃止対象とされた権威がある。なお、第2次特定地方交通線で最初に廃止された路線でもあった。漆線さよなら列車のヘッドマーク漆線は、明治時代に建設された漆線 E 北と、 太平洋戦争後に建設された漆星以南に分かれる。漆星以北の区間は、三井鉱山山の炭鉱や、道漆星炭鉱から産出される石炭の搬出のために建設されたもので、現在の後藤寺線の区間の一部を含む、山野分岐点吉尾山野間の貨物線が、1902年に、九州鉄道の手により、九州鉄道買収国有化後の1913年には、 筑豊本線の貨物支線として、上見尾漆いかまが開業している。1920年に旅客営業を開始するのと同時に、吉尾漆星館、上見尾山野間が漆星線となった。1943年には赤坂、企業間の産業セメント鉄道が、戦時買収され、漆星線の吉尾赤坂間、上見尾畜前三夜間を分離して、 産業セメント鉄道買収区間及び、田川線のご当時から企業間と併合し、ご当時線とした。この時に、漆製線は、ご当時線の支線閣となっている。漆製以南の区間は、地区法地区の炭鉱から産出される石炭を、神田港へ効率的に運ぶために計画された、短絡線である、ゆすばる線の一部として建設された区間で、1966年、 上山田線の上山田武前川崎間と同時に開業している。しかし、同区間では結局貨物営業は実施されず、ゆすばる線の計画自体も頓挫。旅客列車は上、山田線と一体の運行で開業当時後往復設定された。しかし、1967年10月ダイヤ改正時点では上下とも夜の一本が削減されて4往復。 1972年3月ダイヤ改正時には、下りは午後の1本、上りが夜の1本が1967年10月時点により、削減されて、上下とも朝2本、夕方1本の運行となり、以後全廃までその状態で推移した。そのような列車ダイヤであったため、西電駅から通学する小学生は、登校時にしか、うる線聖を利用できず、下校時は、 西鉄バスの宇ツボ団地バス停から2キロほど歩かなくてはならなかった。さらに、炭鉱の閉山に伴い漆生線、上山田線ともども1984年に第2次特定地方交通線に指定され、廃止されることとなったに遺憾された後の1988年9月1日。現在は全線福岡県鎌市内に所在。接続路線の事業者名、所在地は、 漆生線廃止時点のもの。市線括弧内は、北見駅からのキロほど、下鴨瀬駅から鴨瀬駅、漆生駅、稲月駅をへ、賀茂生、駅跡、漆生駅跡はそれぞれ公園として整備されている。鴨瀬駅跡公園には、踏切や信号機などが保存され、また漆生駅跡公園には、公園の壁面に、当時の写真が、 数枚掲示されており、王子を忍ばせている。稲月駅跡は、団地やスロープになっている。祭電駅跡は、待合席と、ホームが残っている。そこから、上、山田線との分岐点となる。加保信号場までは深い藪の中となるが、橋梁やレールはほとんど残っている。加保信号場から、下山田駅までは、上山田線の項を参照。廃止の翌日より、 西鉄バスがを新設して代替輸送を行っていた。その際、転換交付金により西鉄バス大熊営業所に新車を一台投入した。その後あたり路線は2003年度末限りで廃止となった。なお、1992年6月から線路跡の整備により季節の12番が旧西大系跡に隣接する新設の稲月彩伝バステーマで路線を延長している。 ありがとうございます。